小福炉本店級、延命新地旧延命新地延命新地は、かつて存在した花町、かつて赤線と呼ばれた滋賀県八怪地市の地域である。1885年に、加藤面拠地とされた道県神崎郡の八怪地村の内地新地、浜野村の内寺寺の前を指す。1956年5月24日の売春申し法制定。 1958年4月1日の施行により、現在の8日、市本町8番地10番地から12番地、および7番地13番地の一部であり、現在では飲食店街である。地域の1、3を超える敷地を、料亭、小福郎が、現在も占める。遊郭の期限については不明であるが、当初は市場に近い市人神,神社付近に5軒程度が、 見られたのみであったという。旧五第三街道がその中心を南北に縦断し、同地がまだ、神崎郡、浜野村であった時代の1868年、両帝、小福郎が、延命新地の旧五第三街道沿いに創業している。当時はまだ、妖怪地駅も開業しておらず、新地は、延命山の東側の麓の地であると、認識されていた。 1885年6月に、滋賀県が定めた、貸し座敷及び将棋営業取締り規,規則に、妖怪地村の内寺新地、浜野村の内寺寺の前に貸し座敷営業を許可し、加藤免許地であるとした。これは、1889年4月1日に、町村制が敷かれる、以前の妖怪地村から浜野村へとまたがる地域に、公式に、貸し座敷、 将棋営業が許可されたことを示している。調整が施行され、妖怪地町となった後の同年11月5日に、改正された同規則によれば、大技妖怪地や座新地、大技浜,浜のあ地の前のこの延命新地のほか、滋賀郡大津町あ座城馬場町、道町あ座下馬城町、道町あ座神七町、道町大技新出あ座新町ほか、坂田郡町浜町大技南片町、 加モ郡群や綿町あざ池田町ほか、犬上郡彦根町あざ袋町の合計8カ所が指定、許可されていた。妖怪地駅が開業したのは、1898年7月24日であり、同年には貸し座敷は30件を数え、1910年代の大正初年には貸し座敷31件、芸儀46人になっており、同県内でも大津。 彦根に次ぐ存在に発展していた。この頃には、新地に相撲常設館の一万歳館が作られているが、これは映画館万歳館として、1928年6月18日に改めて開館している。1915年4月、延命新地の貸し座式、将棋業者が遊覚経営の延命参加公園一体設備、一切を8日市長に寄付しており、 同月14日には設備の一切が、潮有になっている。延命参加公園一帯とは、延命公園とその一帯つまりこの延命新地を指す。1929年に発行された日本有利市によれば、当時の延命新地は、所在地が、神崎郡妖怪地町大和浜野であり、貸し座三35件、将棋30人であった。この時代には、 カフェ文化が花開き、延命新地にも弁天カフェが存在した。新地の最盛期は、九百三十八年八月三十一日に編成された飛行第三戦隊が、大技沖野が、原、現在の東大見市、沖野の妖火、市飛行場にあった時代である。朝から営業していた遊郭は新地だけとされ、午前中は、兵隊、午後は、歌手館、夜は、 商工と憲兵という暗黙のルールまであり、当時は県内トップの売上高に達していたという。鉄道の発達に従い、隣の加納軍や愛知軍からも客が押し寄せた。第二次世界大戦後、1954年8月15日には、陽海地町が近隣町村と合併して、陽海地市になった。1956年5月24日の売春防止法制定。 1958年4月1日の施行により、他の地同様、延命新地の遊郭も解体された。その後の新地の店は、旅館、バー、クラブ、スナック等に業態を変更していった。1960年代に行われた住居表示の変更により、従来、新地のほぼ全域が市、浜野町であったのが、市本町にわり、浜野町は、 駅前グリーンロードの北側のみになった。万歳館は1940年1月の火災を経て昭和映画劇場と名を変え、戦後1955年には京楽映画劇場を新設に館で営業を続けた。1971年には駅前の新地資金に平和堂が第5号店として妖怪地店を出店しており、1994年に移転してからは、 ボーリング場、ラピュータボール8日市がそれに変わった。八日市市は近隣の町と合併して、2005年2月11日には東大見市になった。小福郎は2007年にミシュランガイドの一つ星に選ばれており、東京都千代田区丸の内に東京店、同新宿区の新宿伊勢丹にデパート店を出店している。小福郎については池波正太郎も、 かつて、5飯以上を大見ようか小ち、小袋の解析発寸という文章を発表している。ありがとうございます。